象庁は暴風や高波、土砂災害、高潮や雨による低い土地の浸水、それに洪水に厳重に警戒するとともに、落雷や竜巻などの突風にも十分注意するよう呼びかけています。NHK が午後8時の時点で各地の放送局を通じてまとめたところ、この台風の影響で沖縄県で1人が死亡し、合わせて9つの府と県で145人がけがをしています。このうち沖縄県読谷村では、今日正午前、岬で釣りをしていた男性が高波にさらわれ、1時間後に見つかりましたが、死亡が確認されました。また沖縄県では、おとといから昨日にかけて92人がけがをしたほか、鹿児島県の奄美地方では合わせて9人がけがをしました。今日午後に入って近畿や東海でもけが人が相次ぎ、神戸市灘区の歩道で91歳の女性が風にあおられて転倒し足の骨を折るなど、兵庫県内で16人がけがをしたほか、大阪府で14人、和歌山県で3人、京都府で2人がけがをしています。愛知県では5人がけがをしたほか、三重県と徳島県でもけが人が出ていて、今回の台風でけがをした人は合わせて9つの府と県で145人に上っています。建物への被害も出ていて、鹿児島県の奄美地方で住宅4棟が全壊したほか、鹿児島県と沖縄県で合わせて32棟が半壊しました。また、鹿児島県と沖縄県、それに和歌山県の合わせて344棟に建物の一部が壊れる被害が出ています。さらに、沖縄県と鹿児島県で合わせて73棟が床上まで、鹿児島県や三重県など6つの府と県で234棟が床下が水に浸かる被害が出ています。野田総理大臣は明日内閣改造